2013年バレーボールワールドリーグは2013年に開催された国際バレーボール連盟主催の第24回バレーボールワールドリーグ出場チーム数は前回大会から2チーム増えて18となった2012年8から9月に開催された6チームが出場し上位2チームに本戦出場権が与えられた2012年12月に日本 エジプトの追加出場が決まったものの、エジプトが辞退し、代わりに、ポルトガルの出場が2013年3月20日に、決まった。インターコンチネンタルラウンドは7週間にわたる開催。各、チームそのうちの5週に、計10試合ずつを行う。18チームのうち、開催国のアルゼンチン、AB ブールの上位にチームずつ、C プールの1位の、計6チームが、 インターコンチネンタルラウンドからファイナルラウンドへ進出できる。太字は決勝ラウンドに進出した6チーム。インターコンチネンタルラウンドの期間は3日間ずつ計7週。プール AB は第2から7週、プール C は第1から6週の開催。下記の日程表の右端は何週目かを表す。各チームはそのうちの5週で計10試合を行う。 ホームゲーム6試合、アウェー4試合のチームと、その逆で、ホームゲーム4試合、アウェー6試合のチームが存在する。なお、各試合の開催地は、下記の日程表のそれぞれ左側のチームの国内に、ある都市になっている。A 日程、B 日程、C 日程準決勝3位、決定戦決勝。ありがとうございます。